皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。土砂崩れが相次ぎ、少なくとも80人が行方不明になっている。集中豪雨により洪水と土砂災害が発生し、23万人近くが避難、家屋1300頭超が倒壊したと報じた。 南部の広瀬千湾族自治区では6人が死亡したと報告されており、5人が行方不明になっているという。県では道路が冠水し、住民やらは竹製のいかだで避難を余儀なくされた。中国各地では豪雨による河川の水位上昇や山津波が発生し、多大な被害がもたらされている。 中国湖北省、無部省市の市、危険2回の強い地震が続けに発生した。現在までに15人が死亡、29人が行方不明となっている。同日午後3時30分、雲南省紅れない川州、緑春県でマグニチュード6.4の地震が発生した。公式報告によると、現在、現在までに10人が死亡、13人が行方不明となっている。 三峡ダムの水位はすでに179メートルに達し、当局は水位を下げるため、二宝水量を過去最高の毎秒7万3000立方メートルに引き上げたが、四川省アバチベット族チャン族自治州シゲル県で大規模な土砂崩れが発生した。当局の発表では13、131人が行方不明となった。 中国南西部の雲南省湘南市と紀州省筆設市の境界地域、地震が発生した。7棟のアパートが丸ごと川に倒壊す。現地住民の情報によると、壁に同様のひび割れが確認できた建物は他に二十数棟あり、そこの住民は全員緊急避難している。死傷者は今後さらに増える可能性がある。 である渡竹市で土石流が発生した。現地の主要川である渡縁川に架かる大橋が押し流され、濁水の流れが滞ったところに湖が形成され始めている。中国政府系の9日午後4時までの報道によると、この土石流による死者と失踪者は28人となっている。現在も被害の調査が進められている。 武用氏の二村は特大土石流により埋没。付近の村民によると、山から流れてきた土石流は麓の二村をほぼ覆い尽くしたという。の昼頃から次々と遺体が掘り出され、鎮西府前の氷の管に安置された。湖北省管安市市では300ミリの豪雨があり、洪水などで25人の死亡が確認され、12人が行方不明となっている。 100人以上が怪我をし、被災者は数十万人に上るという。地元住民らは、三峡ダムが建設されたことで一体の地震活動に変化が起きたと主張している国新中国新華社通信によると、目標水位175メートルの三峡ダム水位引上げ計画が昨年9月に始動して以来、地質災害が252カ所で発生し、 168カ所。豪雨は今後さ広い範囲で続く見通し。長江上流の重慶和を上回る史上最高水位の洪水となり、28万人余りが被災した。住宅街が茶色い水に覆われ、消防隊員がゴムボートで住民を救出しています。中国メディアによりますと、これまでに1862万人が被災したということです。 各地で水害防止災害救助の取り組みが秩序よく進められている。各地では国民の生命安全の確保が一番に置かれ、隠れたリスクの炙り出し、救援活動、人々の避難など様々な取り組みが着実に行われている。中国の中央部は、氷大雨、強風、雪などの厳しい気象条件に苦しんでいます。自然災害は、 広範囲にわたる被害と破壊を引き起こしました。南部では、関東省に上陸した台風に続く豪雨で22人が死亡。今回の豪雨について、中国当局は、南シナ海とインド洋から湿った空気が流れ込んでいることが原因と説明している。中国各地で水害が発生しているのを目にし、多くの人が心を痛めているが、 中国気象局は重大気象災害緊急対応命令を発令し、各地で水害防止災害救助の取り組みが秩序よく進められている。